新コーナー、恵節先生の美文字講座です。このコーナーは私伊藤美和が超一流書家の先生から美しい文字の書き方を学ぶという新しい企画です。それでは恵節先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。指導してくださるのは福岡市にあるアトリエ優雅の恵節先生。さまざまな創作活動をする傍ら、これまで日本のみならず海外でも多数の個展を開催。今最も注目される芸術書家の一人です。今ね、美文字講座って言いましたけど、なぜに美文字と思う？なぜに美文字、うん、なんで美文字になりたいですか？印象がいいですね、うん、そう、はい、結局日本人独特なんですよ。字が綺麗だともうステータスアップには絶対つながるんですね。女の子でも綺麗な洋服着てて、それで結婚式で書くとか、そういう時にちょっと下手だとね、皆さんが引くわけですよ、ね、そのぐらい日本人っていうのは字に対してっていうのの、まあそうですね、リスペクトっていうのが自然に体の中にね、こう染みついてるんですよね、うん、だから美文字をやるっていうのはね、もうメリットしかないです。先生、あの、はい、私は学生の頃に比べて文字を書く機会が少なくなったんですけど、うん、来年私初めて結婚式に行くことになって、その時にあの人前で文字を書くことがすごく緊張するんですけど、うん、先生どうしたらいいですか？そうね、あの結婚式の褒名ってあるでしょ、はい、あれね、いろんな字並ぶじゃない。そうするとさ、自分の書くの恥ずかしい人多いわけですよ。で、受付の人もパッて見た字があまり綺麗じゃないなと思うと、それでその人をちょっと測ってしまうというか、ね、その人のステータスというか、そういうのをちょっと測ってしまうというところが日本人にはあるんですよね。それはもう本当1000年ぐらい昔からそれがあって、なぜかというと光源氏の時代、ね、あれ和歌とか書くじゃない、はい、あれお見合い写真と一緒。ああ、そうなんですね。そう、男の人にね、私こんな字上手です、こんな和歌書けますってどんどんどん出すわけ、それ見てると、あ、この人と会ってみたいな、この人のとこ行ってみたいなって見るわけ。あ、で夜呼ばれしてくるね。写真よりも字、写真がなかったからですね。そうなんですよ。それが今でもなんかね、日本人のなんか DNA に染み込んでるみたい。1000年経った今でもね。だから皆さんたちがそういうスキルを持つというのはね、とってもいいことなんですね。頑張ります、はい、お願いします。先生、さっきお願いしますとは言ったんですけど、そんなにすぐに上手になれますかね？そうですよね、まあね、巷ではね、すぐ上手くなるという放送も多いですけど、私クラスのね、なるんだったらちょっと時間はかかります、かなりですね。だけど人から見て、まあ、汚くないとかね、あの綺麗に読めるとかっていうところに行くまでには、実はすごく私が今まで何十年とかけて作ったメソッドがあります。法則がありますから。どんな法則ですか？それを、次週からですね、お教えしたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。次回からは実践になります。私も上手になれるように頑張ります。先生、ありがとうございました。ありがとうございました。アトリエ優雅では美文字になりたいという方のための教室を行っています。恵節先生に習ってみたいという方は、ぜひホームページをチェックしてみてはいかがでしょう。九州ビジネスチャンネルでは今後も美文字メソッドを随時お伝えしていきます。それでは今週はこの辺で、来週もぜひご覧ください。